羽の子チャンネル、始まりだよ。どうも、うぷ主の羽の子です。どうも、鳥の子だよ。今日は、大吉切りの紹介だよ。映像が小さいのは、許してね。大吉切りは、ウグイス科の鳥なんだよ。ふむふむ、そうだね。ウグイスの仲間は、よく似てるね。そうなんだ。見た目で区別できるほどの知識はないんだよ。そうなのねー。でも、声はみんな違うからいいんだよ。この声は大吉切りなんだよ。ふむふむ。声が聞こえたら探しに行くんだけど、なかなか見つけられない。それは、ウグイスと同じなのね。そうだね。でもウグイスは、一年中いるけど、大吉切りは夏場だけなんだよ。ふむふむ、秋になると赤道付近のあったかいところに行くんだね。そうだね、5月から8月にかけて繁殖するよ。足原がなくなると、日本では繁殖できないね。そうだね、せっかく来てくれるんだからそういうことは大事だよ。アジア圏にしかいないもんね。そうだね、繁殖地には早く渡ってきていい場所に巣を作らないといけないんだ。ふむふむ、遅いと独身のメスがもういないのね。そうだね、一日で100キロも移動するツワモノもいるんだってよ。負けるもんかぁ。あれ、羽の子って渡り鳥だった？いいえ、私、鶏です。同じく、鶏です。まだまだ他にも夏鳥がたくさん来てるから、頑張って取るんだよ。はい、頑張りまっしゅ。そんなこんなでこの動画は終わりになります。今回は短いね。取れ高が少なすぎた大吉切りだよ。はい、次回は頑張りまっしゅ。ご視聴ありがとうございました。それじゃあ、まったねー。